皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうびれです。こんにちは、こんばんは。はい今日はですね、明日ですね、弁天座公演中の紅劇団にゲスト出演するんですけども、まあ、あの話が盛り上がりまして、まあ、今さら対談っていうのもちょっとなと、まあ、あのはっきり言ってしまえば、誰がこの人の過去の話を聞きたいのだというもう突き詰めて言うとしたら、いなくなった時何してたんですかぐらいしかないんで。そうですね、でもそれも割と知られてるんでそうなんですよ、今更語る。そうなんですよ、もうオープンすぎて、対談っていうのもどうだかなっていうことで。そうですね、隠すことないですからね。だからまあね、ツイッター上ではちょっとポイズンということでね、毒ばっかり吐いてる2人っていう感じでやらせてもらってるんですけども、僕はあまり吐きたくないんですけどね。まあやめてくれない劇団の慎太郎君と智也君にお手伝いしてもらって、お二人が僕たち二人にちょっとこの話してみてくださいよみたいな議題出してもらって、それについてちょっと喋るみたいな感じの動画を撮ろうかなと思ってますんで、ぜひお楽しみください。そうです。質問を考えてるのが智君と慎ちゃんっていうのがちょっと やべえなとは思ってるけどね。そう、なんか空気読まずにぶっ込んできそうな気がするそこは聞くなよっていう。まあでも結果編集するのは俺だから。あ、そうか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 俺が編集するから。あ、日本以外に住むならどこに住みたいですか。お、ライトな感じの質問が。僕はね、行ってみたいなと思うのはタイなんですよ。タイ。あ、行ったことはない。行ったことないんですよ。海外は。海外は何回か。ああ、そうか、ラスベガスと。ラスベガスとハワイは行ったことあって、あと韓国行ったことあって、はいはいはい、僕の知り合いの人でその整体やってる先生がいて、その人が貿易会社の社長さんがお客さんにいて、その人毎年いろんな国に旅行する人で、ほぼ世界一周してるような人で、その人が5年連チャンぐらいでタイに行き出したらしくて、うん、タイってそんなにいいんですかって聞いたら、うん、あそこは天国だって言ってたらしくて。それってあれじゃん僕はちなみに住みたいのがハワイですね。いや、ハワイもまあいいかな。いや、あのね、街がうんぬんっていうのもあるけど、人柄、子供にとにかくめちゃくちゃ優しいし、すごく親切に。そうね、あの外国の人たちって優しいんだよね。Sorry みたいな。そう、本当に優しい。日本人とかさ、うん、ちょっとバンってするんじゃん。カリカリしてない。昔そのラスベガス行った時に、うん、カジノで、でまあ2分の1なんですよ、そのやってるゲームが。はいはいはい。もう2択で、でもしくはこのかけた2つが引き分けになる。この引き分けを当てると、かけた金額の8倍もらえるっていう。隣に老夫婦が座ってて、絵に描いたようなアメリカの老夫婦が座ってて、その旦那さんが5回連チャンで8倍当てた。すっげえ。1万円置いて。すっげえ。てかその5回連続でドローになったの。そう、ドローを5回連続で当てて40万円。はい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 。当てた時にアメリカやなーと思ったのが、もういっぱいお客さんいるんですよ、はい、いっぱいお客さんいるのに、まあその買ったお金の中から2万円分ぐらいディーラーにチップっつって、へい、チップっつってポーンと投げて、イエーイっつってパーンってハイタッチして、奥さんとってチューしたんですよ。うんうんうん、うん、アメリカやな。いや、わかる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 。多分見た目だけだけど70代ぐらいの人がそれをやってて、アメリカやなみたいな。いいね。まあ、うん、アメリカに住みたいかな。あ、そうだね。なんか楽しそう、自由の国。そうですね、俺トランプ嫌いなんであんまりぶっちゃけ先輩役者さんは嫌いですか。あのさ、質問1と質問2のさ温度差激しすぎるよ。すいません、楽さがまたありましたら、その理由は何ですか。いや、先輩役者みんな嫌い。みんなって言うと誰だよね。嫌いな人いるかってこと。はい、嫌いな人いたら名前まで出してもらえれば。まあ、俺は口元もつらへんから大丈夫、何言ってもらう。いやいや、まあいますけどね、はい、ちなみに名前は、あのローマ字で、あ、イニシャルとかで。イニシャルでもね。まあその人嫌いな理由として、僕あんま人嫌いにならないんですよ。はい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 、まあ、僕らにも座員さんにも優しくしてくださってるイメージしかないので、本当に基本的にはそうで、みんなと仲良くしたいっていうんですけど、まあ、それを逆手にとって調子に乗られると、まあそうですね、それがすごく嫌で、なんかね、その人に関しては一回こうちょっと、まあ、裏切りじゃないけど、まあ、うちの行為を全部無限にされたことがあって、それでちょっと怒っちゃって、はい、わーって文句言った時に、まあごめんってなって、でちょっと冷戦期間みたいなのがあった時に、
この方が、まあ、ちょっと仲直りしないよみたいな感じになって、はい、分かった、じゃああんたが言うんだったらこれからも普通にするよっつって、で一緒にご飯も食べてお酒も飲んでっていう後に、またやらかされたんで、なるほど、もう無理だとそうね、これがねやっぱ年下の人だったらやっぱりあの教えてあげればいいだけの話なんだけど、はい、もう自分らよりも上の人らがやってしまうと年考えろよとかっていろんな問題も出てくるし、だからといって頭ごなしに怒るわけにもいかないわけじゃん、難しい、だからもう本当関わらないにするのが一番なんじゃないかな、うん、それが一番なんか相手にとっても自分にとっても得かなって、そうだね、う関わらない、関わったらなんかさ変に喧嘩とかなっても嫌だろうし、僕はね先輩って言ったっけ、はい、先輩役者さんです、先輩あの関わりがないからさ、うん、多分言い過ぎて出てこないんで、違う違う違う、本当皆さんを本当にリスペクトしてるし自分以外の年上は、ほら感じしもった、年上であっても年下であってもやっぱりあの人間はいいところを見つけないといけない人間はいいところを見つけないといけないでもそれは本当俺もそう思うんですよ、うん、悪いところしか目につかないけどやっぱりいいところ一個あると許せない、悪いところっていうのはもうすぐ簡単に見つけてしまうから、そうそうそう、いいところを探していいところを見つけてっていうのが多分基本だと思ってるけど、いいところがあんまねえんだよバーがこれはカットだいやあるあるやんね、ある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 、どうしてマスクをしてるんですか理由は一緒に言ってもらって方が、はい、あの、まあ、誰とかは名前はちょっと伏せさせてもらいますけど、はいはい、自分の奥さんがですね名前伏せる意味ないんかこれあの醜い顔を全国の皆さんの前にさらすなと実はあの本当ビレ君来るんだよねっていうその、はいはい、LINE をしてて、え YouTube の撮影すんのって来たから、はいはいはい、なんでかなと、ほんまになんでかなと、うんうんうん、ほんまに疑問に思って、はいはい、いや、せんのじゃねえかな、わからんっつって、もう向こうがするって言ったらするだろうしって言ったらマスクつけよっていう短文の、文字が来たため、ちょっと逆らわずにそこはやらせていただいてるという、恐ろしい7文字やねマスクつけよ、実は大衆演劇の役者さんってどちらかといったら亭主関白の人が多かったりするじゃないですか、いやまあ分かんないですよ、はいはい、亭主関白の人がいると思うんですよね、話をそっちに持っていくかはい、で僕は女性は幸せにするもんだと、はい、ね、女性の方が立場強い方がうまくいくんだ夫婦はと、っていう気持ちがありすぎてなのか、以上なのか、以上、鼻は殴られたことがあるちょっとええって言われて俺はもう、ああもうこれはなんか怒られんねやろうなって思いながらも、はい、うん、うん、つってこう部屋戻っていった瞬間に一言も発することなくバンってこうバンって、いや鼻、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 鼻って鼻ってあのいきなりの本当に鼻は、いや腫れてもないしね、折れてもないし鼻血も出てないんだけど、うん、まあ、でもいきなり腫れすぎて、聞きますか、ジャブでもね、ちょっと泣きながら痛くて鼻は鼻はって言って、鼻見せ鼻見せって、ちょっとこうやって顔だけこうやって隠して体にしてもらったっていう記憶はありますね、余命同士が仲いいからね、うちの場合もそれも怖い部分ありますね、そうですね、はい、なんかツイッターにも書いてましたけど、フルビンタされたとか、そうですね、はい、フルビンタって何ですか、普通女性のフルビンタって、はい、まあちょっとこうね、まあまあ細かいやって多分これぐらいのもんだと思うんですよ、このスナップ、はい、はい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 、こうこんなね、はいはいはい、はい、もううちの嫁は花山香るぐらい振りかぶるんで花山香る分からへんか花山香るが分からないか、もうこう握力かける、本当に肩入れて殴ってくるんで、はい、なるほど、ここまで行って手曲げずにこの遠心力でガサッってやられてなるほど、首ちぎれるかと思うんですけど、吹っ飛んだことがありますねでもその大きい人を吹っ飛ばせるってなかなかやね、はい、あれは僕が悪いです、まあお互いにやっぱりねこれから真面目に生きていきますということで反省してます、はい、すいません、すいませんでした最近ハマってることは、でも本当これ YouTube の編集
楽しいな、はいはい、やっぱ多分ものづくりが好きなんで、で芝居作るのもそうだけど、あとはマジで荒野行動、こんな長くやるゲームあるかな。僕の場合は一応答え A と答え B とあんねんけど、うん、どちらがいいですかね。 A と B はどう違うんですか。A というのは、表向きの演劇グラフさんとかで答えられるので、 B というのは結構ガチ寄りの B。 あ、じゃあ B ね。はい、とビジネスのことを考えることにハマってますね。あ、はいはいはい、もう本当よく話すもんね2人で、ね、そうです。ビジネスといってもその最初演劇だけとかではなく、うん、広くね、そう、もっとなんかこんなことできるんじゃないかとか、あんなことできるんじゃないかっていう危機感を持たないといけないと思うんですよ。とにかく知識は財産だと思っていろんな知識を今入れてます。浅くてもいいからちょっとでもいろんなことをっていう感じかな、うん、ちなみに A は何なんですか。 A はやっぱり僕は舞台人なのでお芝居、舞台以上。死刑制度について死刑はありかなしかをお答えください。あ、難しいっていうか本当個人の感情論も入ってくると思うんですけどね、うんうん、昔、うん、これはまあ気持ちわかるなと思ったのが、うん、ピーピープルっていう漫画があって、それはずっと短編をずっと書く漫画で、うん、1話完結、はいはい、長くても2話まで。その中で死刑制度の廃止を訴えてる弁護士が主役の回があって、はい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 、で敏腕弁護士で、はい、どんな犯人も確定で死刑だろってやつも死刑じゃなくしてきた人が主役なんですけど、その人の嫁と子供が殺されるは、本当サイコパスみたいなやつされた時に、この犯人の弁護は僕が請け負いますっつって、僕が死刑廃止を訴えてるのにこの人を死刑、この人は確定で死刑になるでしょ、やってることがこれだから、はい、これを死刑にさせなかったら僕は本物ですっつって、その人の弁護をするんですよ。で無罪を勝ち取る。で無罪だーっつってバーッとこうあるじゃないですか、うん、無罪だーってなって、そのマスコミの前にバーッと犯人が出てきて、今のお気持ちはとか取材受けてる時に、その弁護士がそいつを殺しちゃう。人の手には任せられんっつって、俺の手で殺したかったっつって、俺は死刑にでも何でもしてくれって言って漫画が終わるんですけど、いやだからあれは世間から見だから自分に置き換えて考えるとどうなのかなとは思うけどね。死刑制度に関してで言うなら、なくなると人間を制するものがなくなってくるから考えようだよね、うん、アメリカみたいに懲役300年とかそういう形になったらさ、死刑と一緒じゃん、うん、俺からしたら。いやもうあれは死刑より辛いかもしれないよね。ただねそれもね、例えば言い方悪いけど住むところもない、食うもんもないとかっていうね方々が安定したって言ったらおかしいけど、普通に食べるためにって考えると、まあ税金で飯食ってますからね。そうだから結局中入ったら飯食えるしっていうところ、寝るとこあるしってなってくるから、だからまあその話に関してはちょっとやっぱ答えがすごく難しい、ね、正直ね。結局この2人でもまあまあ個人でなってみないと分かんないしね。そうだからもう他人さんのことで言うなら当たり前であり、死刑宣告、死刑宣告とか死刑は、うん、難しい、他人さんだとね。でもこれが身内になってくると、はい、どっちにせよ多分悩むことだと思うから、悩むね、悩むと思う。知られたくない黒歴史を教えてください。はい、黒歴史これはね恥ずかしい。スーパー兄弟に関しては1個しかないよ。もう CD デビューしてるからマジで愛を咲かせようっていう曲で、はい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 、見たことあります。見てたこれがもう恥ずかしくて恥ずかしくて。ちなみに明日歌うかもしれない。絶対歌いません。俺は逆にそのネタにしてさ、もう散々言ってるから、例えばドローンしましたとかも言ってるし、はいはい、恥ずかしいっていう、あるんや。あるな、ある。これは言いたくねえなー。もうちょっとだけ若い頃に僕と、まあ、その妻と、はい、子供と、はい、4人で、子供が言ったのかな、焼肉食べたいって、はいはいはい、あ、じゃあ行こうかって焼肉食べに行ったんですよ、はい、で食べてて子供がトイレって、はい、言い出して、トイレ連れて行ったらそのトイレ入ってて、はいはいはい、そこがその何個もあるところじゃなくてさ、あーもう1個とか2個とか、なんか1個ずつの個室がなんか2個あるみたいなトイレって空いてなかったんですよ、はいはいはい、で空いてなかったっつって子供を多分一回連れて帰ったのかな、なんかそんな感じだったと思うんだけど、はいはい、俺も腹痛なってきて俺も腹痛なってきて、これはヤバい展開になってきたぞ。でこれもう無理だと思って、そこ相手待ってるのが無理だと思って、はいはいはい、近くにコンビニあったんですよ、はいはい、でコンビニに行って救助を求めにね、そうそうそう、でコンビニブワーッと、俺コンビニ行ってくるトイレ、はいはい、コンビニブワーッ行って、トイレしようと思ってる、
途中でトイレが出ちゃった。出たね。おもらしじゃないよ、それもはや。ただ、出した場所が便器じゃなかっただけだって。一応収まってるってことですか。物はいいよやね。だから、いや、もう漏れたんすわ、簡単に言うと。あってなって、でも、まだこれ行くと思って、はいはい、ずっと出続けてる最中の中、のぐそしようと思って、そこで、なんか、知らん駐車場みたいなところ、なんかこう、ガサガサと入ったところでもう、なんかもう、こんな状態でふわやってて、で、パーって見たら、僕ね、これもうネック、トランクスなんですよ。はい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 。ボクサーパンツやったらね、はい、守られますから。パンツって収まってるんですよ。はい、収まってる。まあでも言うてもちょっとね、なんか壊してたからまああるかもしれんけど、僕トランクスなんですよ。その隙間から全部落ちていって右足か左足かまではちょっと僕もはっきり覚えてはないんですけど、まあクロックスの中まで入ってたんで沼の中を歩いた後みたいな状態でちょっと歩いてて、でもう最初妻に電話するのも恥ずかしくてどうにかしようと思ったんだけど、そのまま出てる状態のまま勝手に一人寮に帰るわけにはいかないと。いかないね。お金払いに帰らないとね。お金はまあその渡してないんだけど、何か言わないとどういうことってなるから。一言ね。でごめんと、漏らしたと、俺は先に帰るって言って、はい、先に一人で帰り、はい、パンツをどこかに捨て、はい、お風呂でクロックスも綺麗に洗いましたちなみにクロックスは捨ててません今も履いてるから今回はですね、こんな感じで、はい、紅大輔捜査長にお手伝いいただいて、いろいろとお話しさせていただいたんですけども、どうでしたか。難しいんですねこれ、はい、いや YouTube ってすごいなと思った、正直。だって俺らがさ、舞台の上でそのトークとかなんだっていうのはさ、もう反応があるから滑ってるのも分かるし、あ確かに受けてることも分かるし、確かにそう、生でね。例えば質問箱とか一人でやってるわけじゃんか。虚しいよ。でしかも編集も自分でやってさ、自分でボケて自分で突っ込んでるからね、編集ででしょ。だからこれおもろいんかなとか思いながらやる時もあるわけやんか。いやこれ難しいわ、ちょっと甘く見てたかもしれない。いやこれね結構難しくて、本当に、うん、質問箱の動画撮ってる時に罪人見られるとめっちゃ恥ずかしいそうよね、一人で置いてさ、こかだーってやっとるでもね、僕も近々ね YouTube 始めようかなとか、やめとこうかなとか。いや、やりましょうよ。始めるのであればちょっと役者はやめたいなYouTuber になるんやガチの命かけるんややっぱそれは冗談ですけど、まあ何かね、その俺が個人的にとかじゃなくて、はいはいはい、劇団みんなのちょっとしたその宣伝であったりとか、ね、まあ何か面白いことできたらなっていうのもあるんですけど。いやでもやっぱ効果あるよ。あ本当？この前東京にゲスト行った時に30人ぐらいから YouTube 見て見に来ましたって。あマジで？へー、それはすごく。やっぱそのイメージが変わるみたい。僕の想像する近未来の話、まあ、この2人には言ってるんですけど、いずれ僕はこの5年ぐらいの間に各劇団が絶対 YouTube 始めると思うんですよ。もう今始めてますからね。だいぶ、いやだいぶ始めてんじゃん、うん、ほぼの劇団8割ぐらいが始めるんじゃないかなって。そうかもね。思ってて、今大衆演劇界でさ、多分役者さん、その社長さんとかも7割から8割ぐらいは何かしら SNS やってると思うんですよ。やってますね。そらあのおじいちゃんとかね、そういう人たちは、はい、あのその携帯の触り方がまず分かってへんから、うん、そういうのはないかもしれないですけど、まあ僕らぐらいの世代からちょっと上ぐらいやったら Twitter であったりブログであったり Instagram であったりとか何かはやってると思うんですよね。それと同じような感覚で7、8割の劇団が YouTube を始めて、もうタダでできる宣伝やみたいな感じ で、 そうです、ね、絶対やり始めると思うんですよ、うん、Twitter でその宣伝してってなると。今大衆演劇のその軸とされてるところって、お芝居舞踊ショーっていう時代からどんどん変わっていっていって、ファンサービスお見送りとか、うん、まあ、そういうところになってきてるってことって多いのあるじゃないですか。なってますね。それが今度はそれのプラスアルファ YouTube の動画クオリティとかになってくると思うんですよ、うん、これが当たり前になってきたらね。やるなら早い方がいいんだろうなとか、まあ何か考えろって言われたらすごい楽しいことは考えれると思うんですよ。頭が僕いいじゃないですか。
だからまあそういうことをやるかもしれない。その時にはねまたね、はい、ぜひコラボとかともちろんもちろんありがとうございました。またぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。またね。これなんか意味あるっけそう何にも出ませんここ